今日は病院内での流行性核結膜炎 EKC についてお話ししようと思います。外来とか病棟とかオペ室どこにも関わることなんですけども、目の感染症 EKC 流行性核結膜炎は非常にうつりやすいものです。例えば目やに涙を目で手で触ってどっか触る、でそれを触って目かくとうつりますんで、例えば病院の診察を受ける患者さん、これは一番わかりやすいですよね、目やにが出てるって。でもそれ以外にも、例えば面会に来ている人であるとか家族であるとか周りの人でも目が赤くて目やにがすごい出ている人がいたら、もしかしたら流行性核結膜炎 EKC かもなっていうふうにちょっと疑ってほしいんです。なぜかっていうと、もしその人が、まあ、例えば院内いろんなところを触ってしまうと、本当に院内感染、入院している患者さん全員にその感染症が移ってしまうことになるので、もしそういう人がいたら診察を受けてそうかどうかを判定してもらうことで、もし触っていたらきっちりとそこをきれいにして、他の人が触っても大丈夫なようにするっていうことが大切なので、 EKC っていうのは来た、いわゆる目やにが出ますっていうふうに来た患者さんだけじゃないっていうことをちょっと分かっておいてほしいんですね。で、もちろん目やにが出ますって言っている患者さんとか赤いですっていう患者さんもいます。それは入院中で目やにがだんだん出てくる人もいますし、はたまた、まあ、関係なく外来で来る人もいるんですが、そういう人の場合もあまり余計なところ周りを触らないように注意してあげてください。まあ、外来ですと赤い椅子って言って赤いお椅子に座ってもらって、で診察室に行ってまた赤い椅子に座ってもらって帰る、こうしているのは余計なところに触らないようにするっていうことなんですね。あと患者さんがよくあるのは、こう目拭いたりとかティッシュとか中で拭いた時にその捨てるゴミもいわゆる感染源になるのでちょっと注意してください。で、診察の場合はカーテンありますよね。患者さんがカーテンを触ってしまえば次の患者さんがそのカーテンを触ってうつるっていうことにもなりますので、一回この感染症が起こると本当に多くの患者さんにうつってしまいますので、ちょっとこれはよく注意してください。